岡村特長は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中佐。戦後は日本共産党員として活動した。弟は名戦闘機登場員で鹿の屋基地司令、岡村元春大佐。末妹の清子は干幕の神様子奥さ、竜茂大佐の妻。1897年に高知県秋郡、井の口村で生まれる。 海軍兵学校45期。岡村は天移無法の交換でその気構で、海軍内でも有名だった。航空機開発に情熱を燃やしようにした木次郎、中将に浸水していた。横須賀航空隊共感時代、景気飛行の実験中に、主翼が海に接触しややうく、一命を落としかけた。1928年2月29日、悪天候の中、 登場していた13式艦上攻撃機が佐賀県鹿島付近に墜落、炎上し、岡村は顔に大やけどを負った。この事故は帝国飛行協会が目指していた太平洋横断飛行計画に伴う操縦士の飛行訓練の最中に発生したもので、同乗していた後藤祐吉は即死した。1932年に起きた5.15事件では事件同調者の一人であった。 1935年、航空の発展を目指し、自ら申し出て、予備役に編入し、中島飛行機に入社。しかし、会社幹部と衝突したのか、1、2年後に退職する。大西ら先輩や、友人の資金援助などを受け、自ら、富士航空という航空機会社を設立し、津田英学塾を出た妹の清子と共に会社を経営した。日中戦争の悪化から、 太平洋戦争海戦を予見し、海軍当局や知人に飛行機の改良や増産を訴え、昭和16年、会社を他人に任せ住院招集を受けた。ガダルカナル島の戦いでは、第13節営隊隊長として活躍。自らひねり鉢巻きをして、木工を担ぎ、ド,ドイツを口ずさみながら工事に参加した。8月早々、 もうあらかた出来上がったから1日も早く戦闘機を遅れと頻繁に打電した。しかし、アメリカ軍の上陸によりその願いは叶わなかった。後に中佐となり、終戦を迎えた。戦後は戦争体験とそれに基づく反省からマルクス主義に対する関心を深め、後に日本共産党に入党。徳田九一とも信仰を持ち、赤旗の後続を呼びかけるなど、 最晩年まで党員として熱心に活動した。後輩の眉住春夫とは個人的な信仰があり、戦後もその関係が続いた。ありがとうございます。